あ、いらっしゃいませ。あ、あなたがなんかここでナンバーワンをやってる、あ、オカトっていうの？あ、いらっしゃいませ。そう、まあ俺しかいないから俺が実質ナンバーワンみたいなとこがある。あ、猫又オカトです。いらっしゃいませ。あ、よろしくね。うん、え、ちなみに500万払ったら何してくれるの？500万の時はさっきは、うん、フルパワーのシャンパンコールをやったっていう感じかな。なんか他にやってほしいことがあれば。あ、ね、うん、アフター、うん、あ、アフター、俺アフターやったことないんだけど、うん、なんかどういうことをするかとか教えてもらえたりする？牛丼食べに行ったりとか。あ、牛丼俺も好き。あ、ちょっとさ、お名前聞いてもいい？うん、あー、マチューだね。マチューって言うね。マチューちゃん、うん、マチュ姫、うん、マチュ姫、わかった、うん、マチュ姫は牛丼のアフターがいいの？うん、なんかそのお店を出てから一緒に牛丼食べて解散するっていう感じなの？うん、あー、そうだね、そんな感じ。なんか私としては全然ホテルとかでもいいんだけど、ホテル、まあその逆に本命だからこそ、うんうん、あの他の人たちにも大切にされてるみたいな感じがあるのかなって感じてるかな。あー、なるほどね、うん、全然牛丼連れてくよ俺。まちちゃん可愛いし。あ、本当に、うん、あー、じゃあやっぱ大切にしてくれてるってこと？うん、俺大事にするよ、すっごい。 ありがとう、嬉しい。え、まちちゃんはどういうことされてる時が自分大事にされてるなって思う？うん、あ、どういうこと？匂い嗅がれてる時かな。あ、匂いフェチなの？それとも嗅がれるフェチなの？あ、匂い両方いいね。あ、そうなんだ、うん、確かにマチュちゃんいい匂いするもんね。え、クック、あ、ほんと？うん、あ、ちょっと、いやなんていうのかななんかすごい、うんうんすごいいい女の匂いがする。えー、ほんと嬉しい、うん、どうしよっかな。500万出したんでしょ？うん、さっきの子たちは1人100万ずつだったから全然マッチュちゃんが1人で500万払うと大変だろうから。あー、なるほど、優しいんだね。うん、全然、ね、来てくれてるだけでも嬉しいからさ。なるほどね、うん、じゃあおにぎりでもいいってこと？あー、全然いいよ俺。え、俺が握るけど大丈夫？いいの？なんかそういうの苦手じゃなければ。え、おにぎりでもいいってそうやって結構つつましく結構謙虚な感じなんだ。うん、そうなんだ。やっぱじゃあそんなこと言ってくれる人いないからさ、うん、すごい嬉しいかな、うん、じゃあ上から下まで全部もらおうかな。ありがとう、全部買ってくれるってこと？うん、そうだよ、嬉しい、うん、初めてこんなの俺マチューが俺の初めてだよ。初めてもらっちゃったね。うん、ありがとう。マチュー、俺の初めて嬉しい？嬉しい。よかった。じゃあシャンパンコールしちゃう？あ、楽しみ。じゃあマチュースペシャルで、フルパワーで頑張っていくね。お願い。よし、じゃあ行くよ。シャンパン入りました。ぶち上げて参りまーす。イエーイ世界で一番かわいいマチュー、世界で一番かわいいマチュー、君の瞳にスーパーカンパーイ。カンパーイ。イエーイ、ありがとうオッケー、じゃあまた連絡してね。うん、わかった、ありがとう、バイバーイ。いや、すごいいいお客さんだったな。ちょっと待って、ひふみやと、ひふみやと。はい、ということで金額訂正しました。お客様いらっしゃいませ。あ、ここ、あれ、ラーメン屋じゃない、あれ、あれ、まあ、見方によってはラーメン屋みたいなとこがありますけれども。よかったよかった、じゃあ2人入れっかな。一応説明しますと、はい、一夜限りの幸せをホストクラブギルティというお店となっております。ホストクラブ、ホストクラブギルティという名前のラーメン屋さん。まあ、一応、まあ、ホストクラブっていう感じですね。それで、まあ、ラーメンはお出しできないんですけど、おにぎりぐらいだったらそのお出しできるんですけど、いかがですか？おにぎりあるの？おにぎりございますよ。どうする？おにぎり、じゃあおにぎりちょっと にそっか、何にぎり？今日はネギトロと明太子ですね。お、いいね、ネギトロ。ネギトロ食べたい。ネギトロいいね。いいね、いいですね。じゃあ、いくらかない？
これがちょっとお値段結構高いんですけれども、2つで1万円ですね。1万円おにぎり1万円、まあ、でもたくさんお話とかして帰っていただければなって思うんですけれども。あ、本当に、あ、あれじゃないかな、わためあれだよ、多分海苔が金粉とかでできてんだべ、これやべえ1万だったら金ピカだべ、おにぎり多分これ。金ピカだべ、まあ、とりあえず中へどうぞ、中へどうぞ。あ、じゃあ行くか、わため行こうか。はい、じゃあ、うん、ちょっと入店します。はい、お邪魔します。はい、今日はじゃあお二方の、ね、お名前を聞かせていただければ、なんて呼んでほしいかとかあればね。あ、シシロボタンって言います。ボタン、ボタンちゃんですかね。あ、じゃあボタンでお願いします。はい、ボタンちゃんと、もうわためです。わためちゃんですね。はい、はい、ここ4歳でも来ても大丈夫なんとか。あ、そうそう、うちのわため4歳なんですけど大丈夫ですか、ね、4歳。あ、でも羊人で4歳ということであれば、まあ、そうそう、ちょうど脂が乗って美味しい時なんで、これ、うん、あ、なんだ、なるほど。どんなことちょっとボタンさんにだけ極秘でお伝えできますけど、はい、調理できますよ。え、マジ、ソリ、はい、なんか喋ってんだけど、おにぎりに入れるってできます。ちょっと二人でなんか喋ってみて。じゃあちょっと後で、はい、軽くちょっと、あ、わかりました。じゃあおつまみ、おつまみみたいな感じ。あ、おつまみ、あ、じゃあ、じゃあきっといけると思う。じゃあ、わかりました。一緒に喋ろうよ。あ、お待たせしました。ごめんなごめんな。本日はですね、あ、今日は二人が来てくれて嬉しいなっていう話をちょっとね、そう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 、あとでなんかスペシャルなものがあるらしい、うんうん、あ、そうなの、うんうん、楽しみにしててね、わためちゃん。楽しみ。多分4歳なら、ね、4歳ならちょうど美味しくいただけるような料理になってると思うから。あ、そうだね、うん、おかしくない？なんならシャンパン入れるかもしんねえぞ。うん、そうだね、うん、上から入れる上から流してもらえるかもしんねえぞとりあえず今日はね、そのボタンちゃんとわためちゃんが、まあ、ラーメン屋探してたって言ってたけど、奇遇にも僕たち出会えたんで、うん、あ、そうだね、お店の、そうだね、流れに乗っとると、今日は2人の中で何か悩みがあればそういう話を聞いて、うん、なければこうなんかちょっとたわいもなく話をしてお会計って感じになるんだけど、どうかな。悩みか、悩み、あ、あるの、なんかあれば、ある、なんだなんだ、先輩と遊びたいけど、うん、あ、なかなか声がかけられないっていう、あ、アフターみたいな、アフターしたいってこと、うん、そう、全然いいよ、俺そういうのめっちゃ嬉しいし、結構でも声かけづらいって俺言われるんだけど、うんうんうん、全然声かけてくれた方が嬉しいから、わためちゃんがまあ今日その生きて帰れればぜひね。あー、そうだね、やっぱ帰り道とか危ないからさそうだべ、あ、心配してくれてんだ、うん、そう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 、優しい、明日、明日にでも背中から打たれる可能性あるからな、ね、そうだね、明日があればぜひその誘ってほしいなって思う。わかった。え、そんな物騒だった今日。やっぱ夜道はねちょっと危ないからさ、うん、危ない、うん、危ないね、うんうん、うん、だからなんだわためちゃんがねその誘ってくれれば、うん、俺はいつでも遊びたいなと思ってるから、気軽に声かけてくれたら嬉しいよ。わかった、うん、悩みか、悩みがないのが悩みかな。あー、でもわかるかもしれないな、わかるわかる、俺もそういうとこあるからさ、もうわためちゃんの気持ちわかるよ。悩みねえんだよなあ、でもなんかその悩みがないボタンちゃんを見ることですごいなんか気持ちが楽になるとことかもあると思うからさ。あ、いいこと言うね、うんうん、俺はボタンちゃんはなんかその悩みがないんだよな、ははってこうね明るく笑っているだけですごい救われるとこあるから、そのままでいてほしいけどね、俺は。あ、じゃあちょっとこのままでよかな、うん、このままでいてほしいよ、ね、じゃとりあえずおにぎり2つ出そうか。あ、そうだね、あ、おにぎり、じゃあとりあえずじゃあおにぎりを2つ出すね。おにぎりを2つ。はい、じゃあこれに、これは明太子とネギトロのやつだね、うん。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあネギトロいただきます。うん。ボタンちゃん。もうもう。はい。そろそろ調理に入ろうと思うんだけど。あ、オッケーだ。お酒どうですか？お酒と一緒に飲んだら美味しいと思うんだけど。ああ、わとめお酒なんか飲むかい？なんかお酒飲むかい？うん、飲んだことないんだけど。あ、じゃあ岡とセレクションのお酒を何か。そうだな、まあわためちゃんはカクテルとかがこうよく味が染みていいかもしんない。
あ、じゃあカクテルにちょっと醤油混ぜたらってらいいかな。じゃあわためちゃんは、ちょっとその最近流行ってるんだよね、わためちゃん知らないかもなんだけど、こう醤油の、そうでしょ、うん、醤油の香りが結構強めのカクテルって最近すごい流行ってて、香ばしいんだべ。そうそうそう、だからぜひね、わためちゃんに食べてほしいな、うん、飲んでほしいなと思うから、うんうんうん、ちょっと今日は醤油が香ってるカクテルをじゃあ作るね、うん、お願いします。はい、じゃあこれがわためちゃん特製のカクテルだよ。あ、おいしい。いただきます。どうぞ。あ、もう一気にほら、一気コールとか、一気コールとかこうないのかな。一気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 。なんかこうね、眠くなってきたかな。あ、眠くなってきたらしいです。あ、じゃあこれちょっとあの、わためちょっとあの店の奥借りようか。ちょっと店の奥借りて。あ、そうだね、寝室横になったからね。じゃあの岡田さん、あの後でちょっと裏に、あとで店終わってからでいいんだ。分かった、じゃあ取りに来といて。お願いします。じゃあまたちょっと行こうかな。うん、ありがとう。じゃあ後で。じゃあまた、バイバーイ。バイバーイ。